どうも。夏休みって7月が終わるとあっという間でおなじみこうですね。でもね、7月だとね、プール当番があったりとかっていう風で、結局すぐに8月になっちゃうんですよね。でなかなか休めなくて大変かなと思うんですけども、先生方がね、夏休みまでやっとたどり着きましたね。本当にご苦労様でしたね。僕も移動1年目だったのですごく偉い思いをしたんですけども、まあ無事に、岸までたどり着いたなっていう感じなんですがね。もっと若い先生方々はすごく大変だったんだろうなと思います。本当にお疲れ様でしたね。ゆっくり休んでいただきたいなというふうに思いますね。はい。で、始まりました。この小学校の先生による小学校の先生のための番組ということで TV ということで、今日もですけども、教員採用試験ね、大学生の人ご苦労様でした。一次試験が終わったんですかね、今日とかですかね。ね、ご苦労様ですね。また二次試験に向けて、ま、あの学習されているたりとか、するかなというふうに思ったりしますので、まあそのことについて、教員採用試験のことについてまた話していきたいと思ってます。で今日も問題行動への対応について話をしていきますね。まあ、この問題行動についてやりながら考えていたことは、ね、まあ、自分自身もこうやって、ああ、そういえばこうやって対応するなってことの振り返りにもなってるんですけども、今の現役の若い先生たちも、ああ、そうやって対応するといいのかなとか、ああ、そういう手があったかだったりとか、ああ、自分ならこうするけどなみたいなことをちょっと振り返ってもらえるような、ね、大学生の方だけじゃない、講師の方だけじゃない番組にできるかなというふうに思いますので、またその辺のことをまだ考えていただいたり、コメントいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。これが保護者対応を話していきますし、こんな場面でこうするみたいなことも、まあ、時間がある限り話したいなというふうに思っているんですが、それら全部共通して大事なことがあります。それは3つの字というやつです。ね、字。1つ目、大事な字。自分で抱え込まないということです、ね。僕はもうこの問題解決で保護者対応があるときに見られているところは、自分で抱え込んでないかというところだと思ってます。なぜならそんな一人で解決できるような問題が、出されるわけないと思うんですね。だから、まあ、ある意味こう試しに来てる、向こう側が試しに来てるのかなというふうに思いますね。で、自分で解決しようとか、ね、間違ったことを言うとか、独りよがりのことを言ってたら、ああ、この人たちは、この人は良くないな、みたいな。自分で解決しようとしてしまうな、っていうふうに思われるんじゃないかなと思います。で、それが待ち受けているのは、結局、上の人たち、校長、教頭とか、教育委員会がフォローしきれない事態になってしまうということが、まあ、一番怖いんですよね、向こうからすると。うん。っていうことを考えると、やっぱちゃんと学年主任とか、ね、校長、教頭とか、生徒指導とか、その辺にちゃんと相談していくっていうところを、見せることが大事なんじゃないかなっていうと思いますし、実際の現場でもめちゃくちゃ大事です。ので、一つ目の字、自分で解決しないということです。では、二つ目の字。二つ目の字は、迅速に動くということです。早く動くということ。が、大事になってきます。なかなかね、保護者対応というのはパワーがいりますし、まあ、正直めんどくさいですよね。なかなか気が乗らない。ね、マイナスからゼロにするような作業なので、ちょっと偉い思いはするんですけども、絶対に、早く動いた方が、後々のことを考えるとプラスです。ね。伸ばせば伸ばすほど、結果は悪い方へ行きます。そういうものです。ね。なので自分としてもそういう保護者から連絡があった場合は、まあ、すぐに動くっていうこと、まあ放課後の場合は次の日の朝すぐ動くっていうようなことを、大事にしています。まあ、実際に本当にレアケースで、まあちょっと保護者の人が、まあ、ヒートアップしてるから、ちょっとまあ30分ぐらい空けて電話しようかっていうことは本当にたまにありますけど、でもそれを教員採用試験の時にヒートアップしてるから、クールダウンのためにみたいなことを話すと、なんか変なところに突っ込まれたりとか、何をそんな細かいことを気にしてんだみたいな感じで思われるかもしれない。そういうリスクがある上で答えるのは、ちょっと
嫌だな、嫌かなっていうふうに思うので、やっぱり早く動くっていうことをちゃんと伝えるということは大事かなというふうに思いますね。早くさっきとつなげて、まあ、自分他の先生にほうれん草するっていうところを大事にしていくべきです。で、特にこのご時世、もう親さんたちの LINE のつながりっていうのはかなり強いですね。で、こっちが何も対応しないうちに保護者間で LINE を回されて情報がそういう共有されるとか、さらに尾ひれ、歯ひれついて、ね、噂がでかくなる。そうなるともうやっぱり偉い、こちらが偉くなってくるので早めに、対応していくことが大事です。さあ3つ目の字、これ僕もなかなかできてないことですし、難しいなと思うところなんですけど、すごく大事です。忘れがちですけど、事実を伝えるということです。なんかあれみたいな、それって普通じゃないみたいなことを思うかもしれないですけど、これがなかなか、やれそうでやれないんですよね。例えば喧嘩をしたという話を聞いたときに、こちらがの解釈が入ってしまう。で、それを、まあ、解釈と事実をごちゃ混ぜにして保護者に伝えたりとかすると、なんでそっちに寄ってるの、なんで私の子の考えは汲み取ってくれないのっていうふうに保護者に思われてしまいますし、まあ、中にはこう言葉尻を取って、なんでそんな言い方するんですかとか、本当にそんな言い方したんですかっていう保護者も中には見えますね。なので本当に子供が言った言葉をちゃんと伝えたりとか、本当に子供がやったことをしっかり伝えることが大事になってくるかなというふうに思います。特にやっぱ、まあ、家庭訪問ならニュアンスも伝わるかもしれませんが、やっぱ電話越しだとやっぱそこ伝わりにくい面ありますので、まあ、どっちに肩入れしているわけではなくっていうところをちゃんと本当に事実を伝えることが公正公平に接することにつながり、それが保護者の、信頼関係、保護者との信頼関係につながっていくので、そこ事実を伝えるというところを大事にしていきたいと思います。で、まあ、そのためにはやっぱそれ子供が言った通りにメモをちゃんと記録として残しておくということを僕は大事にしてますね。そうやってやっていくことで、まあ、ちょっと辻褄がさっきと合わないよっていうことだったりとかも気づけるし、さっき言ったことと違うよねみたいな感じで嘘で言ってるっていうことも分かったりとかするので、それで事実をしっかり追求していく。で、その分かった事実をしっかりそのまんま伝えていくっていうところが、自分の身を守るためにも、その解決のためにも、信頼関係築くためにも大事になってくるので、事実を伝える。ぜひ大事にしていってください。はい。では、今話した3つの字。自分で解決しない。迅速に行動する。事実を伝える。この3つの字、大事にしていって、問題行動とか、生徒指導をしてもらえるといいと思います。では、まあ、実際にこんな場面ではこうするといいんじゃないかっていうことについて、まあ、話をさせていただきます。あまり時間ないですけども、例えば、喧嘩が起きたということについての問題解決ですね。2人が例えば喧嘩をして、まあ、怪我をしましたということで、訴えがあった場合どう保護者に伝えればいいかっていうところなんですけど、まあ、まずは、電話かけて今日誰々さんとお話ししたことがあったのでちょっと伝えさせてもらいますみたいなことで、話を始めます。で、実際に事実、こうこうこうで、こんな風になりましたと、ね、で、事実を突き合わせた結果、まあ、一緒でしたと、その通りでしたと。で、お互いに、まあ、謝罪をしました。で、実際にこうこうこんな風で、指導をしました、ね。例えば、人に嫌がることはしないということと、暴力は絶対にいけないよということを、ちょっと指導をしましたということを話します、ね。なので今のように、まあ、ざっくりとして申し訳ないんですけども、喧嘩でが、まあ、原因で、まあ、怪我をしてしまったということとか、まあ、喧嘩が起きた原因で怪我の状況とか、をまあ、ちゃんと、教師から保護者の方に伝える。で、指導内容もちゃんと伝える。ここは、ちゃんと指導しました、そして謝罪をちゃんとしましたということを伝えます、ね。それでまた今後、見届けていきたいと思いますみたいな話を、
まあ、付け加えて終わっていけたらなということを思います。まあ、今ちょっとねこじれない設定の話でしたけど、まあ、そんな風に話していくといいんじゃないかなということを思います、ね、本とかで書いてあるのは、まあ、その怪我をさせてしまった子供の親さんから、怪我をした子供の親さんへ、まあ、電話してもらえませんかみたいなことを、まあ、伝えるとかっていうのがあるんですけども、それはちょっと最近今のご時世そこ行ききれんなと思うんです。で、行ききっちゃダメなような気もしますね、はい、なのでそれって学校から言われたから電話かけたとか、ね、それって全部の事例で、じゃあ電話をかけてって言わないといけなくなるってなると、ちょっとこちらとしてもどこまでが基準かって定めるのが偉いですし、なんで私のとこには謝りに来ないの、謝りに電話がないのっていう風になった場合、学校側の責任になってしまうんですよね。なのでそこまで求めるのはちょっと個人的には偉いという風に思って、しんどいと思ってます、うん、だからこそ、事実を、さっき言った3つ目の字なんですけど、事実をしっかり伝えること、こんなこうこうでこんな風に怪我をしましたっていう風で、あ、こんな風だったからうちの子が悪いなっていうことを思わせるように、思ってもらえるように事実を伝える。だからねじ曲げないで本当に事実を伝えることで、あ、そんなに悪いことしたんだったらちょっと電話かけた方がいいですかねっていう風にお家の方が自発的に、言ってくださるのを、待てるといいかなという風に思います。まあ、言わないこともありますけど、まあ、それになるように話をするのが、まあ、本当に事実を伝えていくのがいいです。今回、まあ、この1学期中に5回ですかね、5回そういうお電話をしましたけども、5回ともなんとかかけていただきました、幸いのことに、うん、これちょっと無理かなって思った時もなんとかかけてもらえたので、本当に保護者の方には恵まれてるなってことを思うんですけども、うん、なので本当に保護者の方によると思うんですし、まあ、もう寄っていいと思うんです、うん、もう本当に保護者の価値観多様になって、まあ、そういうふうな考えもあるなっていうふうなことも学校は受け入れながら、まあ、そういう対応をするといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、先生方もそこまで思わなくても、うん、謝罪、絶対謝罪やって思わなくても、子ども同士がちゃんと解決してればいいんじゃないかなっていうふうな気持ちで対応されるといいんじゃないかなと思います。はい、では時間の関係で結局1個しか紹介できなかったんですけども、逆に言うとね、これが、まあ、大きな型ですよね。若手の先生の大きな型になると思います。で、これ以上のことは正直自分一人では解決できないですし、解決しちゃいけないですね。最初にも3つの字で話したように、自分で解決してはいけない、ね、ちゃんと管理職や学年主任の、指導を仰ぐ、仰いで行動するということなので、まあそうやって考える部分は、まあ大きくは、管理職たちに任せて、対応をしっかりするっていう風な住み分けで考えていくと、まあ気持ち的にも楽になるんじゃないかなって、まあ安心して話せるんじゃないかなっていうことを思います。うん、まあ自分の考えを持つことは大事ですけども、よくね、僕大事にしてる言葉があるんですけども、まあ、真剣になっても深刻になるなっていう言葉がありますね。やっぱその問題解決に対して真剣になるのはいいんだけど、そこで悩みすぎる、ちょっとどうしようかって悩みすぎて深刻になると、ちょっといろんなところに支障が出てしまうので、そういう思いを持って、対応してもらえるといいと思いますし、新しく教員になりたいってことは、まあそういうところを、まあ、自分にできることと できないこと、相談すべきことをちゃんと整理して、面接でお話したり、小論で書いたりとかしてもらえるといいと思います。ね、はい、というふうで、話をさせていただきました。おー、なるほどなと思った方々、ぜひコメントをくださったり、いいねくださるとすごく励みになります。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。いやいや、こんな考え方もあるよとか、ね、こんな風な解決方法もあるよっていう方、ぜひ教えていただけたら僕も勉強したいので、インスタでもツイッターでもここのコメント欄でも書き込んでくださると嬉しいです。ありがとうございました。ではまた。